はい、今週も川にやってまいりました。今日は、いつも棚子を取ってる川の、上流の方へ来ております。結構石がゴロゴロしてるんで、まあ、ギギとか赤座とか、また違う魚種が取れたらいいかなというふうに思います。行くぞ。この場所結構前から気になってたんで、ようやく今週水が引いてくることができました。何がいるかな。水草ゾーン。おっとっとっと、鶏肉。うわ、すっぽん取れた。すっぽん取れたぞ。うわ、すげえ、初めてや。すげえな、これすっぽん取れた。うわ、見てこれ。うわ、登ってきてんで、これ網が。石が取れたか思ったらすっぽんやで。よく見たら、ほら目がちっちゃくて口がとんがってるんだよ。これ鼻が長いんやな。そのまま逃がします。ちょっとどいてきや。カムの方がね。うわ、はい、バイバイ。おおー、ヨシノボリがいっぱい。ヨシノボリ連発。ヨシノボリだらけ。ちょっとこの辺だけ見て上上がろうか。ちょっとこれヨシノボリしかおらんのやつや。スッポンとヨシノボリや。やっぱり岩の下もヨシノボリ。お、魚いるいる。あ、この辺いいかも。この水草のところを狙ってて、なんか取れる。水草の最後にこう網を置いて、うわ、でかいの取った。うわ、うわ、なんや、うわ、でかいナマズ取れた。うわー、でっけー。やったー、でかい。これでかいやん。50センチぐらいあるやん。うお、口持ちたい。これはでかいぞ。うわ、うわ、ギギと一緒でこの辺トゲあるからな。ここヒレに、ヒレが痛いから。うわ、今取るときジャパって動いたからな、これすげえ。はい、ナマズ取れました。これ、うん、すごいやん。このナマズはもう大きいんで、この場で逃がす。ちょっと名残惜しいけど、よし、はい、バイバイ。ありがとう。おお、逃げていった。深場にはでかいの。おいしそうやな。おお、どんこか。どんこ、どんこゲット。おお、土壌取れた。はい、筋島土壌、筋島土壌ゲット。うわ、なんだ、なんだ、フナや。うわー、フナ、久々のフナ。うわー、おー、フナ来た。この川で初ゲットじゃん。ほんまや、でかっ。ええくらいのサイズやね。フナ、初ゲットです。すっごすげえな。入れとこう。かわいいサイズ。あ、土壌入った。土壌入った。え、お、でかいやん。島土壌、島土壌や。島土壌。おお、島土壌。やった、初めて。よっしゃ、島土壌ゲット。そこ やろうか、みんなで。へい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 。あー、でかい。え、なに、タナゴ。え、あ、ほんまや、ちびタナ。あ、どんこも入ってるやん。あげて。ほんまや、ちびタナどんこ。ちびタナどんこ、まあ小さいから逃がそう。うん、ちびタナどんこゲット。こう水草狙っていって、デカギギおるかもしれんね。ナマズがあんだけでかいのおるんやったら、ここみんなで取ろうか。ここなんか そっちの方、そ、網構えて、そこまで。うん、はいはいはい、いいよ。あ、うわ、なんやそれ。うわ、そっち、追い川、追い川久しぶり。こっちか、川むつ。うわ、むっちゃええ川むつ取れた。すげえ。やっぱ怪しいとこにはいるやん。ちょっと見せて。
わすげえ、追い川も久しぶりやな。この川で追い川って少なかったん。すげえすげえ、今日むっちゃ大量ちゃう。バケツ持っとこうか。なんで2つ持たなかったの。ええの取れたやん。やったぜ。お、なんや、え、お、赤さん、やっとおった。うわ、すげえ、でかい。お、赤座、赤座、うお、赤座です。久しぶりやな、赤座って。赤座中くらいゲット。すげえやん、取りまくってるやん。そうやな、ここはこの流れは赤座がおるな。バッチリやん。助っ人2人呼んだらむっちゃ取れるやん。この川、水草に、水草の下結構いるで。もう見てるからええねんけど。おお、でか麦つく取れた。むっちゃでかいやん。うい、麦つくです。おお、綺麗な鳥の鳴き声が。結構いい感じのとこがずっと続くな、ここ。これガサガサ終わられへんぐらい長いで。お、ここいい水草あるやん。ここみんな置いて、まっすぐ置きや、川底に。いくで、うん、あ、ドンボドンゴ、デカドンゴ。お、デカドンゴ。お、すげえすげえすげえ、ダブル、デカドンゴとアブラボテチビ、デカドン初ゲット。こういう下にもおるんやな、水草。そっちの方多分いいんで。イモリは分からん。うわ、なんか、なに、うわ、でかギギ。うわ、今、いや、今見えとって、今。うわ、でか、初でかギギ。今日くんな。これ、子持ちやん、多分。うわ、こんな太いの初めてやな。うわ、なんか泣いてる。泣いたのか。うん。聞こえた。ギギって。ギギやから。お、泣いた泣いた。泣くんやな、泣く魚。すげえ、デカギギゲット。今日でかいな、上流は。これは当たりやな、今日。思った通りにギギでかいのやった。うわ、アブラボテ取れた。やったー、アブラボテ。取りたて綺麗やな、黄色からブルーに変わる。うん、これは毎回言うね。だって毎回言いたいやん。やったー。ああ逃げた。いつも逃がすやん、いつもやん、いつも逃がすやん。なんやん、いつも逃がすやん。お、あー取れた、アブラボテ。アブラボテゲット。今度は逃がさんぞ。もう説明は、説明ええわもう。よっしゃ、ゲット。今日でかいのがヒットするからおもろいな。めっちゃええやん、こっち。意外とこっち、うん、ここなんかおりそうやな。ここタナゴおるんか。おるんちゃうこれ。おらへんやん。めっちゃ狙えるポイントだらけ。狙えるなこの川。うん、よし登り。え、なになに、なに、お、ギギや。ギギでかいな。お、ギギ2匹目。はい、鳥のさえずりとギギ、ギギゲットです。2匹目。お、危ない、危ない。絶好調やな、狙えるな。ここ狙おうか。ここ網大きい。ここみんな、ここ置いてきや、ちゃんとまっすぐそこにつけてな。よっしゃ、あげろ。おお、お、麦つく、でっか。麦つくゲット、麦つくゲット。鳥がむっちゃ近くで鳴いてて、ええな。むっちゃ鳴いてるやん。
なんかタナゴっぽくなってきたな、この辺のゾーン。いい川。え、お、アブラボテ。もう取るようになったな。初アブラボテ。初か。今日取ったよ。お、え、ヤリタナゴ入っとった。網置いてるだけやったのに。ヤリタナゴゲット。網置いてるだけ。すげえな。あー、あー危な。受け止めた。どうせ最後逃がすからいいよ。やっぱりタナゴいるやろ。タナゴっぽい雰囲気になってんの。消え。何？おたまじゃくし。びっくりしたこれ。おたまじゃくし。なんか潰されてる。ちょっとカマゲット。もうこんなもんか。こんなもんかな。はい、ということで、1時間半ぐらいガサガサ上流の川でしたんですけれども、今日は大量です。初回いきなりスッポン、初のスッポンゲット。そして何取ったっけ。ナマズ。あ、そう、デカナマズ。あとギギ。そう、デカギギ。ドンコも取った。赤座、そう、赤座も久々ゲット。すごいね。やっぱり上流こんだけいるんやね。ずっと狙えるところが多いんで、もう永遠ガサガサできるんですけど、まあこれぐらいでカメラの容量が終わるんで、一旦これで今日はガサガサ終了します。じゃあ鑑賞しようか。じゃあ魚どうしよう、見ていきましょう。でいいか。じゃあ言って。はい、これみんなで撮ったやつやな。ええやん。結構綺麗です。結構いいサイズのギギが取れました。こんな可愛い顔してるけど結構獰猛な魚です。タナゴも取れました。これがヤリタナゴ。助っ人たちが、タナゴ初ゲットです。アブラブテとヤリタナゴゲット。結構綺麗です。ドンコもしっかりと取れました。イエーイ。みんなで協力して撮ったやつだったっけ。かなり綺麗だな。スマート、かっこいいです。この川で赤座初ゲット。やっぱり上流まで来ると石がゴロゴロしてて、赤座いるかなと思ったゾーンにしっかりといました。赤座です。この川では初ゲット。上流へ来て正解でした。でかい窓状かな、取れました。暴れないで。やっぱ土壌も結構います。大きめ。はい、今日は島土壌もゲット。結構綺麗な色出てます。可愛いサイズの船初ゲット。やった。いいねこれ。いいサイズ、10センチ初ゲットです。カメラとかに。はい、バイバイ。おお、はい、バイバイ。ありがとう。おお、逃げていった。Thank you.